昨日、Web3 おじさん1万人育成計画第1弾オンラインセミナーの、鴨頭義人よしひとと一緒に学ぶ NFT 超超初級講座第1.5回を開催いたしました。<laughs> なんだよ、第1.5回ってそんなのあんのかよと思ったあなた、正しいもともとね、全2回800円という超格安なオンラインセミナーでね、 10月の3日に第1回があって、それ今でも動画で聞けますよというふうになっております。で、第2回が10月31日で全2回だったんですけれども、この次回の10月31日が NFT の買い方講座なんですよ。まあ、あとはディフェンシング講座といってね、えー、詐欺に、あのー、持っていかれない方法を学んで、そして買い方。 優しいでしょいきなり買えって言わないで、詐欺に合わない防御力を学んでからやっと購入っていうふうに、2ステップ、10月31日にやります。で、その日にですね、せっかく買い方講座やるから、ここに間に合わせて、鴨頭嘉人から NFT リリースっていう流れなんですよ。その方が優しいというか安心じゃないですか。で、多分、多分というかね、ものすごく声が多かったんですよ。 あの、カモさんからリリースされる NFT を買いたいっていう声がね。なんならあの、それ買うまで他のを買うのを待ってますってね。買わないで待ってますみたいな。いや、買っていいんですよ。全然買っていいんですけど。そういうような気持ち。だからね、もうすでにね、応援の気持ちで、ここ、このコミュニティに入ってくださってる方、結構いらっしゃる。本当にありがとうございます。もう、泣きそう。だってさ、まあもちろんね、ご本人は勉強にもなるっていうメリットがあるんだけれども、そもそもの動機がね、 応援って素敵すぎ。え、まさにね、Web3 おじさんだと思ってます。あの、Web3 おじさんって何なのっていうのがあると思うので、ちょっと確認なんですけど、これ毎回ね、あのー、Web3 おじさんのコミュニティでももうミーティングをするたびに、セミナーやるたびに絶対100%確認してる内容なんで、ちょっとボイシーリスナーの皆さんにも共有したいなと思ってるんですけど、あの、僕は Web3 おじさん1万人育成計画という目標を立てて、この活動をやっています。で、そのミッションは何かっていうと、 新しいかっこいいおじさん文化の創造と拡大。もうとにかくこれからのかっこいいおじさんっていうのを作っていかないと、おじさんがもう本当に社会のね、不要物になってしまうのが嫌だと、寂しいと。で、これっておじさんにとって不幸なだけじゃなくて、若者にとっても良くないよねっやっぱり新しい時代のかっこよさっていうものをおじさんが学んで、作って、 広げていくことで、きっと時代は前に進むよね。ということで、このミッション。新しいかっこいいおじさん文化の創造と拡大。で、ビジョン。応援消費でパトロンになり、ウォレットデザインでドヤるね。応援なんですよ。もう応援消費が起点となってるんですよね。で、応援消費をすると、デザイナーの人だったり、イラストレーターの人だったり、そのプロジェクトの人たちのパトロンになれるんですよね。 で、そこまでだとね、ここまでの世界だと Web2 の世界でもあったし、もうインターネットがない世界でもあったんですよ。パトロンっていたからね。それはもうあの、お相撲さんだったりとか、絵を描く絵画の人だったりとか、まあ、だいたい文化事業やってるのは、だいたいパトロンがいるからな続けられているので、これもともとある世界なんですよ。ただ、一番最後だけは違っていて、普通パトロンって、パトロンをしていると、 されてる人から感謝されるんだけど、他の人には知られない世界なんですけど、今回はやっぱりブロックチェーンっていう仕組みがあるので、ウォレットという NFT を買ってあげてる人の中身が見れるんですよね。誰がどんなコレクションを持ってるかっていうのが、誰でも世界中の人から見られるような仕組みになってる。まあ、ウォレットって日本語で言うと財布じゃないですか。財布がスケルトンなんですよ。世界中の NFT 持ってる人の。で、それって自然と、 あの人かっこいいよね。あの人めっちゃ人応援してる人だよねっていうのが見えちゃうっていう仕組みになってるので、もうこういう仕組みなんだから、それでいいんじゃないかと。まあ、つまり、応援される人のメリットは応援消費で起きてるが、応援する側の取り分ももう設計されてるよねっていう、素敵だよね、Web3 の世界はっていう思いが込められています。まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、極端な例かもしれませんが、 日本って寄付っていう文化が根付いていない先進国って言われていて、本当に寄付する人少ないんですよ。で、この寄付する人が少ない理由の一つは、寄付した人の取り分が少なすぎる国だからだと思っています。これまでもね、何か災害が起きた時とかに、なんか大口の寄付をするような芸能人の方とか経営者の方が出ると、必ず批判の声が上がるんですよね。 なんか、売名行為ですかみたいな。好感度アップを狙ってるだけだろうみたいな。そしたら、わざわざですよ。自分や社員さんが一生懸命汗水垂らして、生み出した価値の対価であるお金を寄付しながら、批判されたら、これ損しかなくないですか要は、応援した人の取り分がないと、応援する人って増えないじゃないですか。でも、Web3 の世界、NFT の世界では、応援する人の取り分があるってことなんですよ。 どやれるっていう。で、もちろんね、価値が高まるっていうこともあるかもしれませんが、全部のあのコレクションが価値が高まるなんてないんですよ。でこれだから、価格が上がるっていうところだけフォーカスしちゃうと、これ単なるギャンブルだったりとか、まあ、勉強してる人にとっては良い投資っていうふうにもなりますけど、ほとんどの人って投資下手なんですよ。素人なんですよ。危ないんですよ。だけど、この、 応援消費をするっていう気持ちの良さだったりとか、応援してる人だねっていうふうに思われる精神的報酬。ここにフォーカスすると、損するってないんですよ。ギャンブルじゃないんですよ。価値創造になるじゃないですか。ここが Web3 おじさんのフォーカスしている 価値の違いだと思っています。これ大きな違いだと思っています。えー、なので他人の否定や評論や論破するおじさんをどんどん減らして、時代の進化を促進する、学ぶおじさんを育てる。これが Web3 おじさん1万人育成計画でございます。えー、これまでのおじさんは奪う。Web3 おじさんは与える。これまでのおじさんは独占する。Web3 おじさんは共有する。 これまでのおじさんは論破する。Web3 おじさんは己を磨く。これまでのおじさんは前例主義。Web3 おじさんは未来思考。未来がペチペチ。これまでのおじさんは正しさ追求型。Web3 おじさんは美しさ追求型。これまでのおじさんは分析が好き。Web3 おじさんは心のときめきが好き。これまでのおじさんは作取する。Web3 おじさんは拍手をする。 でございます。これらの理念を共有しまくるっていうのが Web3 おじさんプロジェクトが提供する学びでございます。もうこれから講座をやるたんびに今の話を毎回毎回ね、もうわかったよと言われてもやる。耳にタコが5万匹ついてもやる。最初から最後まで共有するパーパスでございます。 <laughs> でね、昨日あの、1.5回を開催した理由まだ言ってなかったんですけど、第1回はね、NFT って何だろうって、Web3 おじさんってなんだろうっていう一番大事なことを共有しました。そして、えー、最終回10月31日が、NFT の買い方と守り方。ね、自分の守り方と NFT の買い方っていうのをやるんですけど、待てよと。これ初めて NFT を、 に触れるっていう人が圧倒的に多いプロジェクトなんですよ。今2800人ぐらいね、講座をお申し込みいただいてるんですけど、おそらく、大、先輩方も何人か来てくれて、サポート役してくれてますけど、ほとんどが NFT 初めてっていう人なんですよね。なので、あの、いきなり31日に買えるよって言っても、多分買えないなと。<laughs> しかもまあ、僕のリリースする NFT プロジェクト結構注目を集めちゃうので、あの、バーゲン、 そうだな。よくあの、ちょっと昔に、テレビでよく流れていた映像だと思うんですけど、初売りの時とかにさ、百貨店で入り口のドアが開いたら、もう、なんかバーゲンに慣れてる奥様方がブワーってワゴンの中にグワーって突っ込んでさ、初めての人、はははははってなるじゃないですか。それがね、今回の僕の、えー、っと、僕たちがリリースする NFT でも起きるんじゃないかなということで、ホワイトリスト、優先購入権を、この、 web3 おじさんの講座を受けている人に先に渡していると。で、その渡すのをこの1.5回で渡してるんですね。ちょっと先に。いやもちろんね、えっ、ー、と、今日からかな今日の夜からツイッター えー、アットマークカモハッピーっていうカモガシラヨシヒトの公式ツイッターがあるんですけど、偽物のツイッターもあるから気をつけてね。なりすましてもいるので、あの、僕の公式の方のツイッター、まあだから、えっ、ー、と、フォロワー数が13万人ぐらいいて、ツイートがもう10万ツイートぐらいしてるやつね。それ、それから、あの、ゲットできるっていうのも、今日の夜から、何時かまだはっきりしないけどね、あの、夜から始まるんですけど、まずは、この、えー、NFT 超超初級講座を受けてくれてる人だけに渡してるんです。 で、それもちゃんと説明しました。うんと、なぜこのタイミングに参加してる人に先に優先権を渡したかっていうと、先に行動を起こした人に、やっぱり取り分が多い世界が Web3 っぽいし、まあ本来その方がいいよねって僕が思ってることです。まあ例えばセミナーとかで一番前の席に座れる人って、早めに会場に着いた人なんですよ。それって何かっていうと、自分の時間を多く使った人。 でそういう努力をした人に。 多めに取り分があった方がいいなと思っているので、今回の、えー、NFT のホワイトリストに関しても、早めにこの講座に入って、昨日のライブにも参加したっていうのはね、人よりちょっと多めに早めに時間を投入した方なので、そういう方にメリットが多くていいよっていうことで、えー、昨日からホワイトリストがもう配られ始めていて、えー、っとね、もう速攻で一晩で347件の方がホワイトリストをゲットしておりますという状況です。まあ、今回のね、 ウェブスリー3おじさんからリリースする NFT はエデュケーションパスポートというデザインで全部同じデザインです。つまりエデュケーション教育ですね。学び続けている人だという証明書の NFT になっていて全部で2万体です。一つの価格が0 0 0 4イーサ約800円ぐらい。 となっていて、一人当たりの上限が設定されています。あのー、例えば投資家の方がね、1万体とかバーンって買っちゃうと、買える人が減ってしまうので、半分とかに。それちょっと悲しいので、やっぱり多くの学べる人を増やしたいっていうのが思いにあるので、上限設定があって、上限200体までと。 だから上限の200体をゲットできる人っていうのは、えっ、ー、と、ホワイトリストっていう優先購入権をゲットして、10月31日の販売スタートと同時に、まあ、クリック合戦に勝って、要は早めにクリックできた人が買えるんですけどね。で、2万体で、もちろん販売終了になってしまうので、一時流通っていうのはね。で、その時点でゲットできた人で、マックス買えた人は200体かける約800円で16万円、プラスガス代。これ手数料がかかりますからね。 うん。それぐらいでゲットできる。だけど、俺人気がありすぎると一瞬で売り切れてしまうので、ぜ、優先購入券があるからといって絶対買えるわけじゃないよっていう説明をさせていただきました。で、えー、最後になるんですけど、347件買っていただいた方がね、購入フォームの中でいっぱいコメントをしてくれていて、そのコメントがあまりにも素敵なので、いくつかだけちょっと読ませていただこうと思います。 えー、NFT のことを学び始めて1年ほど経ちますが、最初の頃は全てが分からず、いきなり海外 NFT のディスコードに入ってしまったりと、とかなり苦労しました。鴨頭さんの Web3 おじさん1万人育成計画は、どんな初心者でもやる気さえあれば、NFT が購入できるまで徹底的にサポートするという姿勢が感じられ、本当に素晴らしいと感じます。今後のコミュニティの発展、 販売される NFT の価値向上など引き続き楽しみに拝見させていただきます。ありがとうございます。えー、Web3 おじさん1万人育成計画の第1.5回のライブ配信大変お疲れ様でした、えー。貴重な商品を買えたという買うことで価値を高める Web2 の世界に慣れすぎてしまって買うだけではなく 売ることでも価値を高めることができる Web3 の世界に戸惑ってしまうことばかりで、売ることで価値を高めるってどういうことなんだろうという感じではありますが、第2回目のライブ配信でも学ばさせていただきます。そうなんですよね。買うのも愛、売るのも愛っていう講座をやったのでね、うわぁ、こんなの初めてっていう感じですね。えー、次の方いきます。えー、私は池早さんのボイシーから独学で色々やってきました。詐欺にも会いました。 なかなかホワイトリストがも,なくもらえなくて一時流通で買ったこともありませんでした。今回講座を聞いて NFT のイメージが少し変わりました。投資だけではなく優しさや美しさがあるということがよくわかりました。 普段、このことを話せる人が周りにいないので、もやもやしていますが、Web3 おじさんが世の中に増えると、行きやすいなと思いました。ありがとうございます。と。まあ、こちらこそありがとうございますですね。<laughs> はい、次のコメントいきますね。鴨さん、久保田さん、今日もありがとうございました。超、超、超絶 Web3 初心者の50歳伸び盛りのおじさんですが、宿題をクリアするたびに、テンション爆上がりです。 こういう実践を学ぶのは本当に楽しいです。皆さんに本当に優しくて感謝です。次は初めての NFT お買い物に挑戦です。すべての経験を自分の人生のネタにします。引き続きよろしくお願いいたします。というコメントですね。ありがとうございます。次の方いきますよ。学びへのパスポートというテーマ、かっこよすぎます。僕は人に会うのが得意ではないので、リアルには えー、貢献活動がなかなかできません。ですが、ネットの世界の中なら、顔合わせなくても、人の役に立つことができます。NFT 専門ライターとしてできる、Web3 おじさんの皆さんのお役に立てたらと思いますので、よろしくお願いいたします。もう優しい。ねえ、Web3 おじさんのためにね、もうすでに Web3 ライターなのに入ってきてくれたんだと思います。Web3、えー、の世界は貢献しやすいです。貢献している人がちゃんと、 評価される世界でもあります。自然とね。本当にそういう世界なので活躍しちゃってください。えー、次のコメントいきます。全講座、とてもわかりやすく勉強になっています。Web3 に興味を持ち始めて、こんなにもわかりやすく楽しみながら勉強できるのが最高に嬉しいです。これからの時代を先取りしてる感じで、ウキウキワクワクが止まりません。10月31日もよろしくお願いいたします。せーの、イサリアムというですね。<laughs> ありがとうございます。本当にみんな楽しんでるな。あと少しだけぶっ飛ばしていきますよ。いつも丁寧な講座に感謝しています。分かっているつもりでも確認できるし、久保田さんの NFT が超格安すぎて倒れそうです。売り方も大変勉強になります。ありがとうございます。というコメントです。えー、かもさんにいつも元気いただいてます。僕のウォレットデザインもかっこいいデザインに変えていきたいです。この、私は学んでいますという、 エデュケーションパスポート NFT は持ちたいです。よろしくお願いします。Web3 おじさん1万人計画素晴らしい計画です。応援しています。新しい世界に連れて行ってくれてありがとう。楽しみです。応援パスポートゲットして、どんどんバトン渡していきます。学びの実践やります。ウォレットデザインでどうやるのが夢です。せーの。 いいねというコメントたくさんいただきました。僕も皆さんから元気をいただいております。10月31日、みんなと一緒にお買い物ができるの楽しみにしています。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーのいいね未来がぺちぺち